はい、それではインタビュー始めます。はい、それでは自己紹介をお願いします。はい、愛知県豊田市のご当地アイドルトヨタの星スタートのめいちゃんことめいさです。お願いします。はい、9月に北海道に行きましたが、その時の感想を教えてください。はい、北海道は私人生で初めて行ったんですけど、美味しいものもいっぱい食べれて、そして何より大好きなチームクレレクオさんの皆さんとお写真が撮れたり、お話ができたりして本当にすごく幸せでした。本当にありがとうございました。北海道遠征楽しかったです。はい、北海道では美味しいものを食べましたか？はい、いっぱい食べました。ラーメンも食べましたし、お寿司も食べました。お寿司屋さんでなんか炙りうなぎみたいなの食べて、それがすっごい美味しかった。そしてブランシェことにさんでアイスクリームも食べました。もうそれがもう本当にふわふわで、なんか生クリームみたいなぐらい、もう超ふわふわでめちゃくちゃ美味しかったです。もう今すぐにでも食べたいぐらいすっごい美味しかったです。もう一回北海道行きたいですか？本当に行きたいです。もう今からでも行きたいです。あら、とっても楽しかったので今すぐにでも行きたいです。はい、ではこれからの目標とか心意気を教えてください。これからは、今度の福岡遠征が行けなくなっちゃったんですけど、いろんな遠征に行って、いろんな人と出会って、いろんなアイドルさんとかと仲良くなりたいです。なりたいです。はい、そしてスタートがもっと有名になれるように頑張ります。はい、スタートでの目標とかありますか？今はちょっとダンスや歌のレベル、スキルを上げるために頑張っているので、ちょっとスタート全体でもちょっとパフォーマンスを頑張っていきたいと思っています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上。